キリタンポ。誰だお前は。キリタンポ。キリタンポ。というわけで、俺の実況にもキリタンがやってきました。タンポタンタンキリッポ。日本語で、オッケー。日本語で喋れっけどなんなの。わー、キリタン逆ギレするよ、やったー。動画の最後に、前回のコメント文でのもっちゃ敵トップ105席を紹介するからよろしくね。突撃わよわお、抹茶です。今回は前半敵ガン、後半は5席紹介とかです。敵はアイアンガルルの超特殊個体です。ナチュラルに実況に参加しててくさ、データの紹介をキリタンに読ませると説得力あるじゃろ。どういう時にだけ出演すると思うぞ。この動画にも話す必要じゃん。ちょうどいいやん。毒ってるし、新人使っておいたぞ。やったぜ。怒ってない時の毒は優しいのよね。怒ってると敵毒だったりする。知的一応守備毒アイテムは漢方薬です。無料の回復と、解毒効果が混ざってるの。と言っても薬草感覚だしね。ないよりかはいいけど、ここがつくじゃなくて正面突きにしてもよかったなって思った。キリタン先生、突きのご指導をなさす。よくも聞いてくれました。弱点部位は頭と頭。属性は水です。こいつはくちばしが大きいから。頭も比較的狙いやすいです。うむ、これは俺は尻尾を優先しとけばいいんやな。抹茶が尻尾切断する前に討伐するに行きよう。わいも同じく行きよう。私も切断できないなんて。みんな人ひどいな。何がいけないんだよ。だって仮技がたこ焼きしてて信用できないやん。思ったのですすいませんでした。やったー、ノリダウンターの日弱点丸出しやんけ。稼ぎどころよね。このダウン中でたこ焼きゲージ回収できそうやな。なんでたこ焼きを石岩に持ってきてるんですかねー。あれじゃん、人間ばっか使ってても派手さが足んないじゃん。ただの遊撃法は、今作から仮技中にガードポイントが追加されたけど、強さを使いこなせない難しい仮技だに。おすすめは大技のガードで、全然のディスタンスレスとかに合わせると綺麗に決まると思うぜ。まあ簡単に床砕けて付着してるだけだし、自分がしょうもなくてくさ、あのサマーソルトに合わせて打ってもいいけど、なかなかタイミング合わなくてぶっきっぱしたわ。敵眼のモーションのほとんどは、そのガードポイントに防げるから、ガードテーマは必要、ないです。うんこの、飛びかかんで HP が3分の1消えるもんな。道徳だからな、ほんとこいつはとんの奥に手間がかかった。ごきげんよう、溶岩ディーマ、まだまだいて、ごきげんよう、こと引きがかくマグロの石。ここで激おこくんくんドリームになるからななしのみ頼むよ頼むよ。怒りモーション中による、俺じゃなきゃ失敗しちゃうね。この時の方法は、そこの濁り茶が好きな毒ガードが構わないので、やったね母ちゃん。確かに汚い抹茶はもはや濁り茶だな。ダウンしたけど、ここで潰したんと床美味しくないよな。上って難しそうよな。俺は弾丸寿司かろくに使えないな。こちらも傷害は他の武器より多いからね。そこは似てるね。ああ、1質65はたまんねえぜ。ずっと1質柔らかいのに最近態度2回からな。ほんとどうなってんだ。というわけで、賢い可愛いキリさんが、超特殊的なんで HP データを見てきました。まあまあリアン、気の速さが早すぎたのもそういうことか。あいつは超特殊の中でも最弱。みんな人は限界のパート声を、そして。かけや、見せてやるよ。上がってねえな。ぶっちゃけ今のは気迫すに極めだのに。すいません、許しください。黒板下のせいで被弾覚悟決めたけど、被弾しないっていう。ちなみに今のモーションはあまりしててなくて、割とレアな方だぞ。確かにあんまり勝てなかったけど、この空中だけこっから3連でしてくるからさ。マジで3連でサマーソルトだからな。壊れるなら、ここサマーソルトでいなししても、先行撃墜が間に合わないのよね。抹茶の動画でバルスを効かないパートだなんて珍しいね。分析しながら動くのやめろ。討伐まであともう少し。今回の武器はこれだぞ。ガマトトスの放射弾。三日月は天元の通常型。俺はブレイブならダノス、ストライカーで天元を使っているよ。息吹を使い切る前にクエが終わるから、今回はダノスでブレイブしてるわ。って言ってたら抹茶が尻尾切断してたわ。やりますね。なんだかの時にしたくなったでへへへ。こいつ双眼鏡持ってること多すぎだろ。ブレイブ3のスコープってこんな感じかな。違うぞ、場面中エフェクトなんだよ。そして大技はきちって逃げ出してできた。レクリウムのお世話になりたくねえぜ。これはよ、これも高校だから得意けるけど、道徳すぎるから需要っすね。これも人間と同じか。火球は燃え残った部分だけ逆できるんよね。正直火球も逆いなしたけど作れるなら頼むよ頼むよ。メインターゲットを達成しました。お疲れ様です。おくった。それじゃこの後はみんなのご席と装備を紹介するぞ。そんじゃ、私が仕切ってご席の紹介をしていくぞ。今回はニコニコ部門、YouTube 部門でそれぞれ5つずつ紹介って感じで、おなしゃす。そんじゃ早速、ニコニコ部門から発表するか。多くのコメントありがとなす。おん。それでは、5位から2位のご席はこれ。下が5位。一番上が、2位って並びで見るよ。ガンサーの俺じゃこの中だと5位の通撃のくらいかな。ガンスだし仕方ないね。ただ使う機会があれば全然欲しいなって思ってるぞ。2位なんて神馬と言っても過言ではないくらいに素敵。あ、抹茶が一人で勝手に順つけてるから、そこはご了承。それじゃ、次は1位のを見てみよう。ニコニコでの1位の5席は、これ、最大値と最大値で、凄まじい5席してる。抹茶も早く神馬出せよな。頼むよ頼むよ。量をまどまりで割と辛い。
それじゃニコニコはそんな感じで。コメントありがとね。次ヨウツベの方、けど神馬ばっかですごかった。羨ましい限りですね。そんじゃ YouTube のも発表するぞ。5位から2位はこれ。当たり前だけど、ニコニコより強いのが多かった。この中だと4位のやつが、個人的に一番使えそうで好きだな。いろんな武器で使えそうで夢が広がるね。やったね。うん。どれも見ていて羨ましいね。2位のだって回避ガンサーで使えそうだね。技物入る余裕あれば全然欲しい。回避ガンサーしてみたいしね。それじゃ、今の時点ですでに強いのが多いんだけど。1位の発表だよ。誰でも欲しいと思うよこれは。確かにそう。そんな最強な戸籍はこれ。木の打ち所のない神馬ですよこいつは。もう何も言わなくても伝わる強さしちゃってる。それじゃざっくりとだけどそんな感じで、パート5のコメント欄に他の人のもいっぱいあるから見てみてね。コメント感謝感謝ます。それじゃあ次は装備紹介っすね。ルームサービスキリタン張り切っていくぞ。突撃それじゃこっちも5つ紹介って感じでやるぞ。この BGM はレッドゾーンじゃん。いいっすね。話す都合で背景が静画なのは許してください。これは属性が通りに使ったり、物理で攻めたい時に使ってまして、いわゆる汎用性のある装備、戸籍もいい感じしてる。抹茶は弱うがちの簡単、好きだもんな。作ってみりゃわかる。最高にグレートだぜこいつは。これはフルバ型で、相手によって武器は変えてるぞ。前に装填するルーピーはお好みって言ったんだけど、使う機会なくもないからつけるべきだと思い始めた。肉質は最高。打点も相手によってはあると便利。これは弱点を狙いにくい、弱得が必要ないような相手に使うよ。肉質30以上を目安に、抹茶は敵ガンスをやってるらしいの。30以下はフルバで、オッケー。これはゴア用かな、それくらいでしか使ってねえわ。防御力が低めなのは、抹茶にとって特に不安らしい。あとは武器スロ必須だからねこの装備、仕方ないね。紹介はこれがラストね。この装備マイブーム来てるぞ。どう思うか相手によく使ってるんよね。それとストライカーダンスは若干だけど、ワールドに操作が似てるところある。若干。あ、ワールドに似ててちょっと考え始めてるんだな。ニコリちゃま。あ、ここのキリタンとゾーンさんとこのキリタン交換してくれ。じゃ、そんな感じで、とりあえず5つ紹介でした。でした。次回、ガンサーフォローズ。キリタンとキリタン。デュエルスタンバイ。